お疲れ様でした。第46回東京六大学対抗陸上競技大会の閉会式を始めさせていただきます。まず最初に成績発表を早稲田大学競走部浅川義文大会幹事長が行います。成績発表。トラックの部第1位法政大学 82.5 点、第2位早稲田大学82点、第3位明治大学69.5 点、フィールドの部第1位慶応大学47点、第2位法政大学38点、第3位早稲田大学26点。総合の部第1位法政大学120.5点、第2位早稲田大学108点、第3位慶応大学91点。以上となります。それでは表彰を行います。優勝杯の授与を行います。優勝されました法政大学の代表者1名前へお進みください。どうぞ会長前へお進みください。おめでとうございます。おめでとうございました。続きまして最優秀選手の発表をさせていただきます。まずトラックの部法政大学矢沢航君、どうぞ前へお進みください。続いてフィールドの部早稲田大学ディーン元気君、どうぞ前へお進みください。おめでとうございます。おめでとうございました。どうぞ元へお戻りください。大会副会長の挨拶を申し上げます。東京大学陸上運動部八田秀夫部長、お願いいたします。皆さん今日は朝から一日お疲れ様でした。残念ながら強風のおかげでですね、最終枠やれないということは大変残念でございましたが、まあ、それでも皆さん元気のいい姿を見ることができて良かったと思います。今年は関東から少し1週間遅いということで、まだ時間がありますので、ぜひですね、今日活躍できなかった方はそれに挑戦して関東からの活躍を期待します。また今日はプログラムの一番最後は世界陸上のことがあったということで、ぜひ世界に羽田選手がもっと出てきていただきたいと思います。お疲れ様でした。最後に閉会宣言を東京大学陸上運動部中島博隆君が行います。以上をもちまして第46回東京六大学対抗陸上競技大会を閉会します。
会場にお越しの皆様、最後までご支援とご声援ありがとうございました。また選手の皆様につきましても、シーズンはまだ始まったばかりです。どうぞ怪我などをしないように充実した競技生活を送っていただきたいと思います。大会運営各皆様方にもお疲れ様でした。以上をもちまして、第46回東京六大学対抗陸上競技大会のすべて日程を終了させていただきます。ありがとうございました。それでは解散いたします。